画用紙1枚から作る鯉のぼりを両面タイプにバージョンアップしました。まず画用紙を細長く2つに切ります。これを屏風折りにしていきます。両面タイプなので画用紙が8等分になるように細く折ってください。これで屏風折りができました。先に尻尾とエラを作っておいた方がいいので、まず2つ折りに戻して尻尾の部分を斜めに切り落とします。エラの部分は山が2つの屏風折りにして、頭の部分の大きさを考えながら丸く切ります。エラは表と裏の2つできます。これを屏風折りに戻して鱗を切っていきます。尻尾の方から丸く切っていきます。少し長く切るのがコツです。ひっくり返して間を空けて切っていきます。エラの部分は伸ばしておいて、最後にエラのところで終わりにします。この鱗の向きが反対になっても構いません。屏風折りを丁寧に開いていくと、鱗の形ができています。鱗の付け根のところでしっかりと折り目をつけていきます。次は折り目をつける前に模様を描いていきます。クレヨンを使っていますが、ポスカや絵の具でも構いません。表と裏がありますから、尻尾と頭は2つずつ描いてください。鱗を尻尾の方に引っ張り出すようにして折り目をつけていきます。先ほどの折り目で折ったら、尻尾の方にずらしてしっかりと折り目をつけます。次の鱗は前の鱗に少し重なるように折ります。鱗と鱗の間の折り目が隠れるぐらい、このくらいですね。このくらいに折ってください。次の鱗も同じようにして折っていきます。
ヘラの部分も同じようにしております。裏返すとこんな風になっています。折り目が伸びてしまわないようにゴムを貼り付けます。浮き出たところにボンドをつけていきましょう。ゴムを貼り付けるのは尾びれの真ん中の線だけです。端が外れやすいのでホッチキスで留めてください。大きな紙で作る場合はゴムを端まで伸ばすといいでしょう。端にボンドをつけて表と裏を貼り合わせます。真ん中でしっかり折ってボンドの部分をきちんと合わせて外れないようにクリップなどで留めていきます。ボンドが乾く時間を利用して胸びれを作ってみました。尾びれを切り取った時の切れ端を利用しています。ボンドが乾いたらクリップを外します。これで両面くねくね鯉のぼりの完成です。体がくねくねと動き、引っ張ると伸び縮みします。口も開きます。お腹から見るとこんな感じです。画用紙の色や大きさ、模様を変えるといろいろな鯉のぼりを作ることができます。